皆さんこんばんは。さあ今日はですね、ちょっといつもと違う感じから動画スタートします。ここはですね、ちょっと釧路市内のとある、洗車場に来ておりまして、これからね、車をちょっと洗車、しようかなとまあそのついで今動画も撮ってるんですけども、いや今外がねめちゃくちゃ寒いですね。マイナス5度くらい、あります。マイナス5度もあるんですけども、ちょっと車を洗わなければならない理由がありまして、まあちょっとこのね、車を置いてたところがね、海からすごく近くてね、しかも今日風が強くて海水をバンバンね、もろに浴びてしまいました。なんでこんな感じで、ちょっと洗車しながらの今日はちょっとね、動画撮影になります。だからこんな感じでなんか動画撮るの初めてじゃないか。何回かやったことありますね。やったことはありますけど、ちょっともしかしたら音声がね、こう明瞭に取れないかもしれない。あー、手が今すっげーかじかんでますよ。これでもね、結構いい手袋してるんですが、まあ、外の気温がかなり冷え込んでるんで、あれですね、この洗車の水も特に冷たく感じます。でもあれですね、あ、これ水じゃないわ、ちょっとだけ暖かいですね。なんでぬるま湯くらいかな。まあね、こんな感じで洗ってしまうとあれですよね、この後パッチーンって固まりそうな感じですけども、いやでもとにかくちょっと今ね、この状態で車を家に持って帰ると本当に寂そうな感じなんで、パパッと洗ってしまいましょうか。音声聞こえてますかね今日このポケットフリーで、あのワイヤレスではないんですけども、いつものリニア PCM レコーダー、これをね持ってやってます。まあ、なんか体にカメラつけてやればいいんでしょうけども、ちょっとこの洗車場でね、POV なんかやるとおそらく相当水しぶきがかかってしまいますから、ちょっとそれはできません。日中のね、明るい時間だったらアクションでも、胸につければもうちょっとね、この今の状況がわかりやすいんですけども、すいません、今日はちょっとこれでね、勘弁してください。まああとちょっとで洗車は終わりますから、それが終わったらまたちょっと動画、再開しますか。さあこのポケット3のガラス越しに思いっきりこのね、洗車ガンを当ててますけども、これどんな感じに撮れてんのかな。今ね、低照度モードでやってるんで、結構明るくは映ってると思いますけどももしかしたら何も見えてないかも。さあ車についた塩分もしっかり落としましたので、これから走っていきましょうか。どうですかこの景色。すっかりね、路面はもう完全に氷で覆われてしまいました。なので今運転はねすごい怖いですね。ちょっとねブレーキを強く踏むだけでも車は全然止まってくれません。本当にまあ毎年のことですけども、ブレーキが飾りのような、状態と、ね、なってしまいました。特にこの交差点付近とかね、この停止線付近は、みんなね、あのタイヤで路面の氷を磨いてしまった感じで、でさらにね、この摩擦係数が低くてこうスピンしやすい、環境です。まあただこのね、周りの景色とかはやっぱり明るいですね。この雪の影響でね、まあ、まだドカッと降ってないですからそこまでじゃないですけども、もう明らかにね、この街灯の光を、反射して、夜なんですけども視認性はとってもね上がっています。本当この前まで夜めちゃくちゃ暗かったんですけども、今はね結構見やすいです。ただやっぱ運転は本当にね気をつけていきたいですね。わ、マイナス8度もあったそうか、もうまだ低いんですね。そう、今日はね特に冷えるんで、運転はことさら注意していきたいです。あー、ちょっと今ピンマイク、これ大丈夫かな。このジャケットと服がね擦れてしまって、なんかガサガサ音が鳴ってなきゃいいんですけども、これ毎年ね悩みの種なんですよ。解決方法が全然なくて、前にね帽子とかそのフリースキャップのところに、ピンマイクつけたらどうだって話もね、されたんですけども、あんまりあれもね効果がなかったですね。結局やっぱこの音はガンガン拾っちゃうっていうところで、いやここもあんまり、ここはまだあそんなでもないか。そう、本当あの光がこの車とかのね、このブレーキランプに照り返されたあの輝いた路面を見ると結構ゾッとしますね。ああこれ止まれるかなっていうね、おっかなびっくりですよ本当運転は。まあまだあれですね、冬っていうかこの雪道になってから日が浅いんでね、みんな結構
探り探りですね、まあ、1年ぶりというかね、1シーズンぶりですから、まだ、冬道慣れるまではしばらくかかりそうです。はい、で今はですね、さっきも言ったけどポケット3の低照度モードで撮ってますけども、どうでしょうか。さすがにね、このくらい光が、反射するような環境であれば、もう低照度モードでバッチリではないでしょうか。ちょっとここはあれですね、あの路面が全部見えてしまっているので光があまり反射してませんけども、さっきのところとかはだいぶね明るかったはずです。この横から来る車とかめっちゃ怖いですね、本当に大丈夫かな、ちゃんと止まってくれるかなっていう本当不安でしかないです。さあ、ガソリンも補充終わったので、最後もうちょっとだけねドライブやっていきましょうか。いやー、ガソリンの給油中も手が痛かったですね。しっかり手袋はしてるんですが、いやはやさすがもう本当冬、まあ冬というかね、だいたい雪とかがやっぱ一番厳しくなってるのは、あと1ヶ月くらいかな、来月くらい、1月くらいになってくるとね、まあ、いよいよもってこっちもね、もうめちゃくちゃ雪が降ってくるんですけども、今は寒いんですけども雪は少ないっていう時期でしょうかね。まあ雪かきがね、あの少ないだけまだマシかな。これ道南とか、あと僕が前いた東北、稚内とか旭川とか、あの辺になるともう日本海側になると、その、ね、雪を降らせるあの雲の、遮るものは何もないんで、ほぼほぼ直撃するんですよね。だからこの時期らへんからとにかく雪かきが、しんどいです。その点こっちの道東っていうのは同じ北海道内ですけど、雪はね比較的、少ないんでまだいいのかなっていう、うん、その代わりめちゃくちゃ寒いですけどね。はい、この辺とかも怖いんですよね。ちょっと強くブレーキ踏むとね、もうすぐ車がちょっと荒の方向に行ってしまいます。そう、お互い止まりづらいからね、ちょっと細心の注意を払って運転していきたいです。さあどうですか、この道も、あのまあ、もしかしたらちょっと違う映像あのどっかで流してますけど、本当ここがね、あの雪とかが何もない時だったらめちゃくちゃ暗いんですよ。今はどうでしょうか、そんな暗くないですよね。そう、やっぱ雪が降るとね、こういった、まあ、悪いところもあるんですけども、まあ、車載とかでは比較的優しいかなっていう、はい、感じがします。こうもこうゆっくりゆっくり回っていかないと、なかなか止まるのも大変ですからね。さあドライブ再開していきましょう。いきなり場所変わりましたね、すいません。ちょっとね、ガソリンスタンドで給油した後にちょっとドラッグストアで買い物をして、これからねちょっとまた家に戻りましょうか。いやー、なんかこの大体全部回るともう10時くらいになってしまいますね。まあこの後またちょっといろいろ動画とか作ってまた明日に、備えます。それにしてもね、ようやく車の中がね、暖かくなってきました。あ、外の気温今マイナス10度まで行きましたね。すっごいね、外は冷えてるんですけども、めちゃくちゃ厚着してるんで、暖房が効きすぎて暑いです。これ結構あるあるですよね。外の気温に合わせて、がっちりした防寒具着ると、この室内とか車内になるとすっごい暑くなるっていうね、これ北海道あるあるなんですけども、ああ、でも北海道に限らないか、結構寒い地域にあのよくある話なんですけども、これ皆さんどうしてます？やっぱ暑くなったら脱ぎますかね。でもね、今僕が着てるこの防寒着とかもそうなんですけど、すごくかさばるんですよ。あのパッと脱いでバッグに入るような感じじゃなくて、そう、もうね、あの本当に寒い寒冷地に住む人ってね、その服装がめちゃくちゃごついっていうか、あの本当体の、なんだろう、ラインが消えてしまうほどもうゴテゴテに、ね、なってしまうんで、これ脱いだところでね、この脱いだジャケットどうするのっていうま感じになってしまいます。まあ、車とかだったら別に脱いで、ね、横に置くのも全然いいですけども、あのお店とか入った時って困りますよね。特にあのこっちだったらあのイオンモールとか大きいそのなんだろう複合商業施設とかに入ったりすると結構あれじゃないですか、あの中に長くいるじゃないです か、 だからそういった時にね、こう手に持って歩くのもなっていう、そう、あとはこの服装のごつさですよね。まあ、どうしてもね、その外との、こう冷たい空気を遮断するためには結構こうゴテゴテな服になってしまって、結果的にそれがまた威圧感がね増えてしまうっていう、まあ、色とかなんだろう、また白いなんだろうな色とかにすればまたいいのかもしれないですけども、あんまりそういうの
ないんですよね。どうしてもちょっとこんな感じの、まあ、こんな感じっていうかいつも着てる感じをね、結構いかついやつに、なってしまいます。あとこの時期はですね、みんなね、あの同じようなね、ダウンジャケットを着るんで、飲み会とか終わったりとか、みんなが集まってね、こう一席設けた後の帰りとか、あのジャケットが誰が誰かわからなくなるってことは、まあよくあります。僕はあんまり人と被らない感じのジャケットなんで、そんなことは取り違いはないですけども、そう、だいたいね、あの ユニクロとかで買ったやつは、みんなあの、わかんなくなってしまうことがあります。こう路面が凍ってくると、あんまやっぱ遠出ってしたくなくなりますよね。そう。ね、なんか道東のまたその冬の自然の景色とかも見せたいところは山々なんですけども、そこにね行くまでが超ハイリスクっていう、本当に命がけでいかにはならないっていう、そう、夏の間だったら全然なんともないね、本当普通の山道とか峠道がもう今の時期になると本当人の命がいくつあっても足りないような、もう恐怖の場所に、変わってしまいます。あと時間もね、以前に比べてかなりかかっちゃいますね。そう、前だったらなんてこともない普通のね、あの峠とか山道も、もう今だったらこんな感じでゆっくり走らざるを得ないんで、時間あたりもあれもう最悪になってしまいますから、そう、冬の間のこれ毎年なんか僕言ってますね、冬の間の動画の更新どうしよう問題。まあ今年は幸いなことにね、もうほとんど今年上げる動画はもう全部決まって出るのかな、うん、まだまだ全然手もつけてませんけども、とりあえず、いやちょっと値段切れですわっていうことはなんか回避できそうな、うん、気がするんですよねもしかしたらちょっと予定が狂ってね、本来出せるはずの動画が全部出せなくなったりして、あ、ちょっと困ったってこともあるかもしれないですけども、多分ねネタ切れってことはないと思います。おっと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 、あとこれも困りますね。今普通の路面でしたけども、いきなり氷の段差みたいなのがドンって出てきて、そして また氷道についていくっていう、これまた怖いんですよ。マンホールとかのくぼみ結構ね、あの派手にへこんでるところがあって、そこになんかタイヤを引っ掛けようもんなら、まあ、とんでもないことに、はい、なってしまいます。ほんとそれで車を僕壊した人って知ってるんで、そう、こういったのもやっぱりあれですね、怖いですね。もう目を皿のようにして路面状況を見ながら走らなければなりません。まあまだあれですね、しばらく、家には時間かかりそうですね。まあ、とりあえずね、今日はこの辺でおっとと終わっておきましょうか。まあ、無事に家に帰れればいいですけども、ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆さんも何かの参考になれれば幸いです。で、今後もですね、ちょっとこんな感じで時間見つけましてドライブやっていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。